はいどうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、モンタナスポーツにいます。はい。で、今回はですね、モンタナスポーツはですね、エールストーリーという内野手専門グローブを取り扱ってるんですけども、今回はこちらのエールストーリーの限定グローブを紹介していきたいと思います。はい、で、まず箱ですね。箱をちょっと見たいんですけど、めちゃめちゃ高級感があって、ここにエールストーリーと2017と書いております。で、見た感じここに、まあ、表記はあるんですけども SS026 という、型番になってまして、こちらにあるあのカタログには載ってない、型番となっております。で、日本製で公式用で、お値段5万5000円となっております。では、中を開けていきます。ほいー、こちらでーす。はい、こちらエールストーリーの限定グローブということで、色がですねコルクという色になってます。で、カタログにあるのはレモンイエローとオレンジの2種類なんですけども、こちらはコルクということで、で、型番が SS026 という型番で、もう限定品となってます。で、こちらの特徴っていうのはちょっと分かんないんですけど、モンタナさんにちょっと聞いてみます。特徴は何でしょうか？小指が効きやすい。小指が効きやすいと、エールストーリーの特徴として、この指が内側をこう向くように設計されてる。ボールが逃げていかないというか、そうです、ね、取れるように、そう、縫うところを気持ち従来の縫い方よりオフセットさせて縫うことによって指が内側を向くようにできるらしい。なるほど、うん、これはだ、逆に言えば外向かすこともやろうと思えばできる。なるほどっす。で、これ限定で1個だけお店に置いてあるっていうことで、1個しかない、1個しかないですよね。1個しかないですけど、店頭でも置いてるしオンラインショップでも出品してると。でも早いもん勝ちですよね。本当に一人だけです。一人だけですよね、本当に。そうですよね。新しいエールストーリーはまだ結構先ってことですよね。頼んであります。なるほど。その SS の016頼んであります。あ、そうなんですか。大井くんが使ってたこの真ん中の SS016 のオレンジを、頼んであるということで、大体6月ぐらいに入荷ということで、もう限定1個しかないということで、ちょっと準備していった方がいいですよね、欲しい方は。そして、モンタナスポーツさんではエールストーリーのオーダーっていうのも実はやってます。はい、モンタナスポーツさんに来ていただいて、まあ、オーダー用紙があるのでオーダーをこういう感じでしていただいて、だいたい納期はどれぐらいになるんですか？3ヶ月ぐらいです。3ヶ月ぐらい。じゃあオーダーしてから3ヶ月後ぐらいに届くということで、値段の方はですね6万円プラス税ということで、店頭じゃなくてもモンタナスポーツさんの DM の方で、オーダーすることもできるということで、ご希望の方はぜひともチェックしてください。というわけで、本日はこちらのエールストーリーのグローブを紹介しました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、アウリオシタ、アツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ、オンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。